家田翔子チャンネルへようこそ。いつも家田翔子チャンネルをご贔屓にしてくださいまして誠にありがとうございます。今回も宮城明さんにお越しいただきました。怪談師であられます。これはコラボでやらせてもらっておりまして、宮城明の怖い話、これぜひ一緒にご覧くださいませ。で今回後編ですね、またお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮城明でございます。怖い全然怖い話いただきましたけども、いや盛り上がりましたね。さて今回もまた怖い話をしてくださるんですか。はい、これもね僕の中ですごい印象深いというかね、はい、僕主催のね怪談ライブっていうのをやらせていただいてるんです、はいはい、でこれがねこうライブ大体こう前半と後半、後半で間に休憩があるんですけども、はい、休憩に行くとね僕がよく使ってるその会場っていうのは、こう喫煙所が1個しかないんで、お客さんも演者もこう入り混じってこうタバコを吸うんですよね。その時に、いや宮城さん実はこう聞いてもらっていいですか、はい、って言ってある女性が話してくれた話なんです、この女性っていうのが、まあ、今もなさってるんですけども、はい、こう SM の女王様なんですよね。そうなんですよ、はい、でホテルにこうお伺いするタイプのそういうやつなんです、はいはい、なのでご依頼があった場合はねこう結構荷物が多いと、はい、でその日もねこう、はい、お店所属してて、ね、指定されたところにこう、はい、重い荷物持っていくと、はい、ホテルだったんですけどね、はい、でそこをガチャッと開いたその部屋の中にいたのが、はい、こうスキンヘッドのものすごいいかつい男性だったんですって。怖いじゃないですか。もう身長も結構タッパがあって、はい、でまあでもとはいえこういうね性癖というか、ね、まあ、いわば M の方でもこういう方はいっぱいいらっしゃると、はい、だからまあ慣れたもんですよ、そのまま入って、はい、もうその間も入った瞬間が女王様ですよ。プロですか、ね、ちゃんとプロで、はい、でこの方がおっしゃるには僕この女王様という仕事っていうのは、はい、相手が何を望んでるか分かってないといけない、はい、もう目見ただけで分かると。でおそらくこの方叩いてほしそうだな。なので自分の持ってきたね、はい、その七つ道具の中からこう、はい、バラムチっていうねこう、はい、ねバラッとしたようなムチがありましてね、はい、それを黒くってザラッとしてる、はい、あれを持ち出して、はい、で四つん這いになりなって言って、はい、その、まあ、ややまあお尻と腰の間らへんをこうバシッって一発入れたらしいんですよ、はい、するとその瞬間その男性の背中からひょこって人の顔が出てきたって言うんですよ。半分ぐらいえっと思うんですよね、はあ、ただ女王様なんです、ここでたじろいたらプロですから、はい、なんかそんなことも言えず、はい、じーっと見てるとその出てきた男性がキョロキョロってあたり見渡すんですね、でそっからズルズルズルって出てきて、はい、ふーってそのまま浮いて天井の方にスーって消えてった。全身ですか。全身がズルーってできて、はい、そのままもうつま先が見えなくなって、と思って、はい、もう一発バシッって入れると、はい、ひょこっと、はい、今度は女の人のこう若い女性がひょこっとできた、はい、でまたその女性がキョロキョロっとして、はい、ズルズルズルって全身が出てふーって同じように天井に消えていくんです、はい、そっから何十体も出てきたって言うんです。うわ、でもうみんな同じなんです、はい、こう出てきたらキョロキョロっとして、はい、ずるーっと全身出てきてふーって消えていく、はい、しかもその出てきたその姿っていうのは服着てるっていうんですよね、裸ではない、はい、最後ら辺は楽しくなったっていうんです、なんだか、これなんだと思いながら、でまあそのプレーも進んでって最後、はい、でもうね終わって着替えをすると、はい、でその時にねその男性がいやよかったと、すごいすっきりしましたと、本当ありがとうございますみたいなお礼を言われたんですけど、まあ、そこからちょっと会話をしたら、この男性っていうのがお坊さんをなさってるんですよ、本当にこうね腰のあたりを叩いて何十体も出てきたけど、あれっていうのは背負ってるもんが本当にこう出てきて、で最終的に
すっきりされたんだなっていうねお話を聞かせていただきましたね。私たちも払う時に、ね、私はめったに払いませんけども、うん、バンってこう、うん、全然ひょいっと触るぐらいなんですけども、うん、人が飛ぶぐらいの力になってるんですね。だからやっぱりそれは背中だったり腰だったりなんですね、うんうんうん、だからバチバチやってつけてたものがどん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 出てたんですよ ね。いやでもそんな顔がこんな出てびっくりしますよ、怖いですよねちょっとね、怖いですよ。でこれはね生き量だったりするんですかね、含まれてるのは。いやでもお坊さんですから、ね、多分亡くなった方、ね、あ亡くなった方なんですね、はい、はあ、そう考えるとお坊さん頼りにしますもん。ああじゃあいいことですね、はい、こう上に登っていきましたね。だからその一番いいことしたのはその女王様、女王様が徳積みましたね、はいはい、そうですね。とあるお子様を持つお母様から聞いた話なんです、はい、でこのお子様っていうのが、まあ、ちょっと先天性の障害をお持ちなんですよね、はい、でまあ、肉体というよりかはこう精神的な、で別に暴れるとかそういうことではない、結構おとなしい子なんですけども、はい、すくすくと成長してたっていうんです、ただねこうその子が中学生に入るぐらいから言葉数が少なくなって、はい、全然喋らなくなった、はい、まあ喋るって言ってもそんなにちゃんと喋れないけども、うん、全く喋れなくなったから、はい、まあ、お母さんとしてはすごい不安なんですよ ね。でこのお母さん相談できる相手がいないんです、はい、というのもこの両親はもうすでに亡くなっている、はい、で、まあ、兄弟もいない、うん、そして何よりも旦那さんがいないんです、はい、シングルマザーで育ててるんで そうなんですか。このお子さん息子さんがね、はい、ある日こうテレビを見て笑ったって言うんです、すごいねケタケタケタって楽しそうに笑ったんです、はい、そのテレビっていうのがお笑い番組なんですよね、はい、どうやらこうよく見てみるとこう結構激しめにこう叩いてる、そういうこうお笑いの時に笑うんです。アクションがあるやつですね、はい、でちょっと心配になったんですよね、まあ、自分がねこうね手塩にかけて育てた子供がねこうなんかこういうまあまあお笑い番組ではあるけども人を叩いてるところで笑って、まあでもここで久しぶりにその声を聞いたというかまあまあいいかと思ったんですけども、ある日ねその子がずっとキッチンの方を見ながら笑ってるんですって。特にキッチンにテレビがないんです。何もない空間を見ながらケタ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 笑ってる。それ見た瞬間嫌な感じがしたっていうんですよね、というのもこの家っていうのはこの女性はね、はい、自分の両親から、はい、相続した家なんです、はい、一軒家なんです、はい、でこのお母様っていうのは早くに亡くされてたんですけども、はい、お父様とは学生時代は過ごされてた家なんです、はい、でそのお父さんっていうのはすごい虐待をしてくるような方だったんですよね、はい、でその虐待をしてたその場所っていうのが、はい、その今息子が見てるキッチンなんです。そこの場所を見ながらケタ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 笑ってる。気味が悪くなったっていうんですね、うちの息子って何を見てたんでしょうねっていう話を聞かせてもらいましたね、なんだかなんかちょっと薄気味が悪いというか多分殴ってる姿を見て笑ってますね、まあ、いわばそのお子さんのおじいちゃんにあたる人がそのね虐待というかまあその体験者の女性を虐待してたわけなんですけども、それってどういう光景なのかなと。ただ単にその亡くなったそのねお父さんというかその方がこうやってアクションしてるシーンなのか、それともその当時の学生時代の私がそこにいて殴られてるイメージが見えてるのか、どっちなんだろうなっていうちょっと興味はありますね。ただそのお子さんは痛み知らないです、殴られることの痛み、お母さん殴ってませんよねそのお子さん。そうですそうです、だから殴ってないですね。痛いってことを知らないわけです、こんなことやったら痛いっていうこと、どんなに苦しいか知らないから単純に笑ってんだと。あ、お子さんってよくいろんなもの見えるから、まあ
お父さんが殴ってたところが、うん、お父さん登場して見えてるのかもしれませんけども、うん、でもお子さんは殴られたら痛いってことを知らないので、うん、もう単純にそれが面白いと、うん、だから芸人さんがやってるのと同じように感じてるかもしれないです、うん、僕ね、そのスリラーナイトで、はいはい、そのまた別のお客様なんですけども、はい、霊感があると、女性なんです、で宮城さんついてますよって言われたんですよ、うん、ああそうですかって、どんな方がついてますかって、うん、女性ですって言われて、はいはい、あそうなんですね、でその見た目とか、まあ、若いというか、まあ、女性がついてて、で僕がね、まあ、ふざけてじゃないですけども、はい、挨拶しようと思ってバッて振り向いたんです、はいはい、じゃあダメです宮城さんそんなことやったらって、恥ずかしがって今いなくなりましたと、うん、いなくなったっていうのはどういうことなんですかっていうと、うん、ここにいますって言うんですよ、うん、でそこの場所っていうのが当店ね人形がいっぱいあるんです、はい、で結構リアルなお人形さんがいっぱいあるんですけど、天井にねこう一体こう人形が吊り下がってる、はいはい、でそこの、まあ、女の子の人形なんですけどそこに入っていきましたって、はい、って言われたの、はい、でああそうなんですねって話をしてたんですけども、はい、また違う日に全然違う女性のお客様に全く同じこと言われたんです、はい、2回同じことを違う方に言われると本当なのかもしれないと思って、先生僕の後ろって何か、いやいやいやそれは見ないんですけど、ただ誰もついてるんですよ、誰もが、あそうなんですね、はい、ついててスペシャルなことじゃないんですよ、はい、ついて宮城さんついてますよって言ってる人も絶対ついてるんですよ、はあそうなんですね、ついてない人は多分いらっしゃらないんじゃないかなと思うぐらい、もしかしたらそこのお人形のところにいる方が宮城さんのところに来て降りてきたりして、あそのパターン、私はそうじゃないかなと、なるほど、あすごい腑に落ちました、もともとお人形さんのところから来て、でもいきなりついてますよっていうことは良くないです、だって言われたら気にするでしょ、気にしました、もう現にね、うん、今日まで気にしてましたから、ね、気にするでしょう、だからそういうことは言っちゃいけないんです、そうなんですね、はい、でもし言った以上はじゃあその人をどうするかっていうことをちゃんとやってあげないといけないんです、本当は、でそれができないんだったら言っちゃいけないんです、怖い現実的なお話ばっかりいただきまして、ありがとうございます、ありがとうございます、これはコラボでやらせてもらっておりまして、宮代明の怖い話、こちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。家出しょうごチャンネルでした。